ドクフェスタ来ました。ドクラね。フェスタバーめっちゃ綺麗なんですよ。そう、なんかほらアヒルボートもできるので、初めてのクラガイ系パークに来ました。スタバがあるみたいなので、そのスタバに行ってちょっとコーヒーとか飲んじゃったりしちゃう。価格大丈夫そうする。大丈夫。やばいよね、誰。すごいから。しかもそっち死ぬ。あ、落ちたよ、誰。あんた本当いい加減にして。ねえねえ、ほんと、もうねえ、もういい加減にして。ほんとに、ほんとに、そんなこと言ったら置いてくよ。ねえ、そのままは沸かしといて置いてくよ。そんなことできるわけないやん。わかん。隠してたんですけど、実は子供いて。こんな感じでもなんかみんなに疑われるんですよね。鼻の高さがさすがに違いすぎるよねって。実は子供いて。かわいい。ありがとうございます。こういうカップってマジっすね。うちいっぱい遊んでいいよ、ほら。頑張る。待って、ほら、ほら、頑張れ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 。よっしゃー。よしよしよし。ちょっとお水あげ。あ、そっか、こんにちは。え、なんですか。ご覧の通り、お尻の肉が。バヤン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 。なんかニキビより鼻がザラザラする。すごい、なんだこれ。今診察終わりました。なんかここら辺の茶色いニキビやったってもう治るらしい。ウケる。最近できたと思ってたんだけど、なんかここ昨日引っ張ったらここブチンつってニキビ出てきた。ウケる。味の方だってウケる。一応すっぴんです。もう二重もおかしいよ。ピーリングやっていきたいと思います。昨日帰ってきたの遅くてさ、ベッド入ったのが2時とかだったんだけど、そしたらもう4時とかになってた。朝のなんかもういろいろ考えすぎちゃって寝れなくなったのね。普通になんかさ、こういう感じだよね。普通に普通に昨日めっちゃバッド入ってたから。まあ、負のエネルギーっていうのは頑張る原動力になるので、私としてはもうどんどんウェルカムなんですけど、なんか人生って嫌なこといっぱい言ってくる人とかやってくる人っているじゃん。でなんか私、言われるのとかやられるのとか慣れっこだからいいんですけど、なんかどうして同じ人間なのにそういうことができるんだろうっていう、なんかに社会に対しての失望をするんですよ。なんかどうして生まれてそういう感情になっちゃうんだろうと思っちゃって、それで昨日も夜ベッド入って悲しくなって、なんか私には絶対そういうことを言おうとかそういう感じにならないのに、なんか育て直したいとか思う。ごめん、あそこの自然光でメイクしてるからめっちゃ汚い。もうそんなのはどうだっていいんです。今特にやっぱり女の子で生きてるとさ、妬みとかいろんなあるじゃん。もう
もういいってとか思って、もう寝たむ暇あったらもう寝てくれとか思って、もうしかもこんなやつに寝たむのもう意味わかんないから、普通に考えてそのさ寝たむエネルギーとかがもうあるんだったらもう頼むから美容院行けよみたいな。久しぶりにめちゃくちゃ快晴ですね。最近雨だったり雪だったりが続いてたんで、今日はめちゃくちゃ快晴なんですけど、私さこう見えてさ人にさ悩みとか言わないからさ、いざ悩んだ時さ誰に相談するんだろうと思ったらさいつもいないわと思って、一人で泣いて終わるんだけどさ、だからさ泣きすぎて今日こっちの目やばいの。悩んでるとかじゃなくて、なんか生きるのむずくない？なんか私生き方わかんない普通に。なんかもう一人でいる時間が多すぎて、もうなんか自問自答が多すぎて苦しい。とりあえずジムに行くまで私いつもめちゃくちゃ前の駅で降りて40分くらい歩いていくので、そろそろね行かないといけないのでジム行っていきたいと思います。ってことで、もうやばいって髪の毛もそれでもイライラするし、もうかえ頑張れ。はい頑張ります、行ってきます。イエーイ、マジでやればできるんですよ私。それでは水谷かえこのクヨクヨしていてもウジウジしていても何も変わらない、そういう時はスタバを飲んでは治ります。ということでジムに行ってご褒美にプロテインじゃなくてストロロピチを飲む。ほらそういうことして強く言わず早く行け、行ってきます。1時間歩きました。あのいつも迷うから着くの迷っちゃうのね。何十回と来てもジムにいつもたどり着けないから、すごい早く出るのジムを、あ家をね、早く着きすぎちゃったのでジムの前にセブンがあるんですよ。はい、私と言ってセブンと言ったら、はい皆さん砂漠を見てくれてる人は分かると思うんですけど、チョコ組ですよね。そうなんです、この待ち時間ですらチョコ組に私は熱を注ぎたいと思うのでチョコ組探しの旅行きます。着きました。さああるのでしょうか。決戦の時ですね。あのだいたい普通のお菓子コーナーとは別のところに売ってるんですよ、チョコ組っていうのは。でうわちょっと待って、ね、ないんだけど、だいたいここにあるんだよ、だいたいここにあるんだけど、なくない？私はでもがめついから店員さんに聞きますよ。あすいません、はい、チョコ組って売ってないですか？あのシャインマスコ、シャインマスカットとみかんのチョコ組って売り切れちゃってますかね？シャインマスカットとみかんのあのチョコの中にグミが入ってるチョコ組が多分セブン限定で発売されてると思うんですけど。スイスですか？セブンです。あった。4個全部買っちゃうって本当バカげたことをしちゃうんですよね。今日カバン持ってないから2つ買って犬口に1個あげたいと思います。本当は2つ買いたいんだけど、これ4個買ったら1200カロリーっていうバカみたいなカロリーだから、さすがに2つにしておく。やばいんだけど、ゲットできたんだけど、やばすぎない？おはよう、おはよう、見て犬口、あ犬口のお土産買ってきたよ。でも犬口は私のサバーカーいつも見てくれてるから絶対わかると思う。喜んでくれるといいな。YouTube 撮ってるの気づいてるでしょ。おはよう。おはよう。久しぶり、あ、今日目。え、なんか髪の毛かっこよくなってんじゃん。久しぶり。ねえねえ、お土産。彼のサバーカー見てくれてるでしょ。チョコ組？これはその？そう、あったの。だから買ってきた、一個。ガチうまい。今すぐ食べてる。今すぐ食べてる。ねえ、美味しいでしょ。でしょ、ほら見て。これ持ってんの、貴重だからね。うまいです、これ、かやさん。何言った？何やってんだよ！あ、ジム着きました。ってことで、かやの肌荒れの YouTube 見てくれた？肌荒れの YouTube 見てくれた？おい、何してんだよ。かやのあの肌荒れの YouTube 見たら、今日かやに会う気持ちも変わったんだろうな。何言ってるの？かい、声なんてやめろって言われてるの。これ飲むとね、楽。ねえ、嫌だ、ほんとに嫌だ。今回関西は関西は。何それ関西は。嫌だ、だってほんとに信用するなって言ってるもん、ママから。人にもらう薬、信用するなって。俺あ、化粧する？
久しぶりの井ノ口になって元気出ました。ねえ食べてんじゃん。ちょっとハマってる。ほらでしょ、絶対ハマるんだって。かこれをハマらないっていう人とは絶対友達になれないと思う。やばい、なんか間違えてポートレートにしたってめっちゃチョコ組綺麗。美味しいでしょ。アップ生別の動画でも上がってると思うんだけど、今日は朝からバレンタインのタルトを作ってます。これも、まあ、詳しいことは詳しい内容とかはバレンタインの方の動画をぜひ見ていただければという感じで、今はあの冷蔵庫に入れて生地が固まるのを待ってるので、その間に Vlog の編集を頑張ってやりたいと思います。やばい、ボサボサもいいところ。今ピラティス終わってお昼前なのでご飯を食べに行きたいと思います。